怪我はもういいの？気にすんなって。俺が勝手にヘマしただけ。けど。ん？最近精霊術の調子悪くない？めちゃくちゃ失敗するのよね。ああ、まるで精霊様がおらんようになってるみたいだね。イルファンの時と同じだ。クルスニクの槍が影響してるんだと思うよ。おい、何でもラシガル王のせいで精霊がいなくなってるんだとさ。冗談言っちゃいけませんよ。精霊様がいなくなるなんてありません。もうおばあちゃんをからかわないでよ。精霊様はいなくならないだとよ。急に言われても信じられないよ。俺って町の人間にもお前たちにも信用されてねえからな。そんなこと。アレンマ、俺に助けられてすっかり俺の虜になったか。アルビンは嘘つきだけど、僕の言葉はいつも信用してくれた。今までの旅の間も、精霊がいなくなるって話だってすぐに信じてくれたから。精霊がいなくなってるのは事実だ。陣が使われれば精霊は死ぬ。アルビン？精霊が死ぬのはどうでもいいけど、人間様がそれで苦労するのはな。でも精霊だって生きてるんだよ。立派になっちゃって、まるでマクスウェル様だね。バカにして。ちげえよ。オタクも一人前になったんだなと思ってよ。え？そっか、ミラーみたいか。僕も精霊と人を守れるのかな。ありがとう、アルビン。ち、ガキはいいね。気楽だよ。またここまで来たんだね。ミラが怪我したのが随分前のことみたいに感じる。あれから10度はやるべきことは見つかったのか？僕はただミラを支えてあげられればいいなって。そうか。でもね、僕精霊を守りたいって思った。ミラが人を守りたいって思ってくれるなら、僕も精霊を守れるようになりたいって。そう思ってくれるのか。それが君の考えなんだな。私は人間を間違って捉えていたのかもしれないな。お？人からそんな言葉が聞けるとは思わなかったんだ。これほど嬉しいと感じたことはこれまでなかったかもしれない。何としてもクルスニクの槍を壊さなければならなくなったよ。それでミラはクルスニクの槍を壊したらどうするの？クルスニクの槍の破壊もジンの破壊も使命の一部に過ぎない。私が生まれた意味、その使命はこれまでと変わらない。それじゃあニアケリアに戻って前みたいに過ごすの？そうなるだろうな。でもさ、アルクノアとかいてまだまだ危険だよね。うん、そうだな。一人だと何かと危険じゃない？君はあれか、私と一緒にいたいのだな。無理
かな。君がそう決めたのなら好きにするといい。何か一緒にいられる方法を考えなくてはな。本当？ありがとう、ミラ。今私がここに立ち、自らの使命に臨めるのは君のおかげだ。むしろ礼を言うのは私の方だ。そんなのいいんだよ。それにここからが正念場だよね。そうだったな。お二人ともちょうどよかった。ワイバーンの治療が終わったそうです。では広場に戻ろう。うん。アルビンは？まだ来てないみたい。また嘘つく準備ですよ。そんなはずないよ、エリゼ。他の者はアルビンをどう思う？この先の戦いを共にしてもいいのか？お母さんのことで頑張ってるんだから、私は応援してあげたいな。私は彼自身このままでいるのかとても心配しています。でも、僕を悪い奴から取り戻したのはアルビンなんだよね。ミラは、どう思っているの？真意が測れない以上油断はできんが、戦いにおいてはことを信頼している。本人のいないところで悪口なんていけない子のすることだぞ、エリーゼ。知りません。俺の味方はお前らだけだよ。これで全員揃ったな。では待ってください。ローエン、友達と喧嘩するの？ナハティガルがこうなってしまったのには私にも責任があります。私は私の覚悟を持って戦います。ローエン、頑張ろうね。ローエン、私も頑張るから。僕も応援してるよ。皆さんありがとうございます。骨は拾ってやるよ、じいさん。その時はよろしくお願いします。マジに取るなよ。覚悟は決まったね。あとは、準備を整えて出発するのみ。